はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はですね、三重県は四日市市、今までいるのが、新進町ですね。新進町の、ね、新町広場のあたりにいます。さあ、今日は何をしようかというとですね、まあ、このあたりにありますね、このね、目の前に広がっております、本町商店街というね、商店街があるんですよね、四日市には。あの、諏訪境の方が有名ですけど。ということで、せっかくなんでね、ちょっとこのあたりをね、ぶらりとしようじゃないかということですね。ただね、日程としてはね、今日ですね、実は本来ならね、四日市のね、情報をやるんだったら、おめえ今日大事なことがあるだろうね。今日は11月16日ですよ。イオンタウンのね、四日市泊まりがオープンした日なんですよね。ならお前そっち行きよって話なんですけど、ね、そんな混んでるところに私は行きませんよ。ということでね、あえて温故知新ということでね、このね、本町商店街のあたりをね、撮っていこうと思います。ちなみにね、これね、本当に知られてないみたいですけど、この本町商店街ね、実はね、無料駐車場があるんですよね。これはね、反対側のね、ここ、新町広、本町プラザの向かい側ね、奥が郵便局、ここの奥が郵便局でね、で、ここの駐車場が、実は本町商店街利用する方30分無料になるんですよ。ですのでね、お車でのね、買い物も安心、なんと無料、ね、商店街でなかなか無料駐車場ってね、ないですからね、四日市は商店街言いますけど、3000円以上買わないといけないとかね。諏訪境の方はね、そう、だからね、ここはですよ、いいですよ、フリーですからね。ちなみにこんな感じで、位置で言うと。これ、まあ歩くのにもちょうどいい距離なんですけど、こっちでやるっていうのはもう一つ理由があって、この後ね、ちょっとね、沖縄の友達とね、会うのにですね、ちょっと出かけないといけないんですよ。ですのでね、あんまりイオンタウンのところとかで絶対混むじゃないですかね。時間もかかりますんで、ちょっとさすがにね、そっちの方にはね、回れないなということでね、四日市のね、郵便局の近くということでね、まあ私がどこで働いとったとは言いませんけどね、私の元職場のすぐ近くなんですよね。そうなんですよね。ちょっと最近ね、いろいろとね、際どい発言も多いですからね。あとね、この辺りは私、ちょっとね、その仕事で、何の仕事とは言いませんけどね、ちょっと郵便でーすって配っとったようなね、地域というのもありましてですね、いや、何の仕事とは言いませんけどね、そう、なのでね、顔が非常に割れてますもんでね、ただね、これね、土曜日ね、あんま、本当にね、平日に一回来てみたかったんですよ。というのはね、土日ね、結構閉まってる店が多くてね、本町商店街自体はそんな広くないですね。この両脇のところ、こっち側が本町ね、端側が本町で、こちら側は実は町名でいうと新進町という町になるんですけどね、まあでもね、何やかんと見ちゃうよ、四日市の人だったらよく知ってる鳥金さんとかね、もともとこっちがね、鳥金さん、確か三和商店街の方が本店やったかな、もともとは。できますね、ネギ焼き屋さんとかあるんですね。あるで、ラーメン屋さんとかもね、気にはなってるんですけど、なかなか消えない。あれ、今日は閉まったな。和菓子屋さんが閉まっとるかな。まあ、商店街としては、もうここの通りのところが全部ですね。一本入ると、もう何もないというか、住宅だけですね。まあ、こんな感じですね。何かあるのかと言われるとね、そんなに何もないですからね、この辺りは。やっぱしこういう商店街でね、残るのっていうのはね、こういう。時計屋さんね、宝石屋さんとかね、でも何やかんやと結構残ってるんですよね。サントリーもね、昔からあるパン屋さんですよね。一応この通りまでなんで、本町商店街はその奥になるんですけどね、四日市温泉っていうね、古昔、これね、現役でやってる銭湯さんなんですよね。意外とこの辺り銭湯多いんですよ。今もある銭湯がね、昔はあちこちにありました、やっぱり四日市、ね、コンビナートの町ですから、ね、働いてね、肉体労働してね、働いた皆さんが、入る古屋さんじゃ多かったんですけど、やっぱり、ね、時代とともにだいぶと潰れてしまったんですが、意外とね、この JR の四日市の近くは残ってます、ここにもあるし、中部にもあるし、でもうちょっと近鉄寄りやけど、西新地の方かな、あれは西町になるんかな。住吉湯ってありますよね。まあ大体はしごがここまでなんですよね。そんなに大きくないし。あ、そうだ。ね、お茶を買ってくる。ちなみにね、ソルティっていうね。これ、一宮にもあったんで、まあまああるんだろうなと思ってたら、そうでもないみたいなんですよね。あとは買ってこう。で、奥に八百屋さんがあって、ここにね、横に魚屋さんとかもあったんですけどね。そう、あと、桃太郎で買ってかなか。ということでね、せっかくなんでちょっとお茶買っていこうと思いますよ。さて買ってきましたけどね、ここでね、
普通に結構ね、お茶ね、125円、税込み125円ですからね、結構普通のお値段でしょう、ね、この普通に結構コンビニの値段で、実はあのコピー機が5円やったりとかね、意外とあるんですよ。でね、あとはね、まあこの辺りで言うとね、ちょっと和菓子なんかもね、買っていきたいところですけどね、とりあえずご飯ね。ちなみにここの踏切は長い時はすごく長いので有名な踏切ですけどね。あ、今日お客さんおるなんですね。よし、じゃあね、これは桃太郎本町線さんでね、おにぎりでも買っていきましょうね。よいしょ。さてね、ってことでね、よいしょっと、あ、ってことで、ね、桃太郎さんで、ね、買ってきましたけどね、まあいつものごとくと言いますか、まあ言ったら、あ、お久しぶりですって話になりましたけど、もう、ね、この近くで働いてましたからね、何の仕事とは言いませんけどね、ですんで、もう、よく使っとったところなんで、あら、久しぶりみたいなね、話になってね、ちょっと話してましたけど、まあね、まあ、いつものことおにぎりを買ってっていうことなんですよね。まあもう、桃太郎のおにぎりはね、四日市市民の方はね、もう全然説明不要でしょ。ね、なかなか四日市市に住んどって、ね、四日市生まれ四日市でずっと住んどって、おにぎりの桃太郎一回も食ったことないよって人がなんか逆に少ないじゃないかなというようなね、ところですから。うん、ちなみにね、ここのね、本町商店街のところね、買うとね、こんなね、ポンポコカードっていうのもらえるんですよね。これね、集めてね、台紙に貼り付けるとかいうと、500円分やったから、なんか商品券として使えますよ、なんていうね、サービスもこっちの本町商店街の方ではやってます。まあ、これはね、今というか、行き品の、まあね、車、電車の中ででもね、おにぎりですからね、はい、普通電車でもね、そんな差し支えないでしょうということでね、歩いてくるんですけど、そうするとね、なかなかすごいのが出てくるんですよね。おやっと。今、本町商店街ですね。まあ、中普通だったじゃないですか。これ同じ本町なんですけど、これはね、多分ね、こんなね、なんかね、すごいのが出てくるわけですよ。これはでもね、ある意味有名というかね、日本一ボロボロの商店街とか呼ばれてね、あれしてる、これですね、明るい商店街、三和商店街ってことでね、こういうね、商店街が もうあったっていうのが正解でしょうね。うん、もう今はもうお店でやっとるところ、もがさんは確かやっとるはずだけどね、えにしさんとかもね、平日やったら空いてますね、この辺り。表側の方は空いてるんやけど、中はもう、ほぼほぼやってないんじゃないかな。それでもね、やっぱ中はね、なかなか入りづらいところありますね。ケミヤさんとかね。ケミヤさん多分まだ営業されてるはずですね。人と裏に入るとちょっとコロッと、雰囲気が変わりますけど。さすがにちょっとね、もうね、中まで入れない状態になってますんでね、こんな感じで。まあでもなんかここはそういうのでね、有名みたいですもんね。よいしょ。ぐるっと回ってね。うん、でそっちが CTY さんね、我らが CTY にね、私もね CTY バイヤーですね、お世話になっております。まあ、昔は戦後すぐとかはね、こっちの方がもともと本町っていう名前からも分かります通り、こっちがね本来の四日市市なんですよね。諏訪栄町とかね、近鉄のある方っていうのはもともとは、四日市市というよりは諏訪町、別の町でしたから、ずっと昔の話ですけどね、ですね、もともと四日市って言うと、こっちが、本流だったわけですね。近鉄も昔はこっちの JR の四日市駅に来てたわけですからね。そこからぐるーっと、急カーブを描いて、名前、なんか鉄道業界では有名な名前ですよ。善光寺カーブっていうね、カーブがあって、ほぼ中90度直角で電車が曲がっていくっていうね。こんにちは。よいしょ。まあ、ぐるっと一周してきましたね。田中さんがあって、ここなんかね、新しくできたんですよね。なんでしょうね。インスタグラムをされている方、こちらにお持ちいただいた、皆さんの再利用のやつなどの写真を、ハッシュタグをつけて、UP、アップサイクル三重の、アップサイクル三重の木。へぇー。こういうのやってみたいですよ。インスタグラムね。あんまりインスタグラムやってなかったね。こういうのやってぜひインスタグラムやってください。ここなんか、で、その隣はもう、昔ながらの、
パーラーどうですかね。ここでも現役でやってますね。でね、さっきねチラッと通った四日市温泉ね、ここをねずっと行くとですよ、ここでですね、私がね、私がこのおにぎりの桃太郎を買ったらもうね寄らないといけないところがあるわけなんです。それがねこの四日市温泉からずっと奥行きました。まあ、さっき、ね、ここぐるっと回っていきましたよね、そこもがさんのところ。そうするとねここにね鳥吉さんってありますね。ここのね桃焼きをね買わないとねやっぱね始まりませんのでね。あ、こんにちは、どうもご無沙汰してます。桃焼き一つください。僕でさイメージがあるもんでさ、あ、そうかそうか、そうや、それチーフレコやんもんね。お茶さん、お茶さん、これでさ最近ご無沙汰しとったし、そうそう、はい、ってことでね買ってきましたよ。あとでまた商品ね写真撮ったのをねこうパーティーでくっつけとくと思いますけどね。まあね、私ねもうここやこのね辺り来たらねやっぱりねここ香田さんを気にかむわけですよね。ってことでね、桃焼きね390円ね、お値段変わってなかったね、ありがたいありがたい。ということでね、まあこれあたりを買って、まああとはねどうしような、なんやかんやと挨拶も済ませれましたし、まじで、あ、ちなみにここね、あの有名なあのザブングルのね加藤さんね、実はねあのここなんですよね、南中で横だったんですね。南中ってことは途中で引っ越したんかな。ここら辺は南中学校の校区じゃないですかね、中部中ですね。あれ中部やったよなここ、そう、意外と中部広いんですよね。っていう感じでね買い物したらちょっとオーバーしちゃったかもな。一応ね30分無料ってことなんでね、あ、ちょっとオーバーしたかったから今回は、まあちょっとね目的地持ってパッと来る分にはまあ小さい商店街です。あ、ちなみにね鳥吉さんね、今買ってきた鳥吉さんっていうんですけど、ねここはね、ギリギリ本町商店街じゃではないみたいですね。あの本牧スタンプやってないし、ですか、もしかしたら鳥吉さんは佐野商店街の扱いになったのか、いまいちそのあたりねよく分かってないですけど、まあ本町は本町なんですけどね。逆に言うとこっち側は本町商店街ですけど、こっち側は本町ではなくて実は新進堂ですからね。細かいこと言うと、ごめんなさい嘘ついた、ね、こっちは新町や、ここが新町でこれ渡った向こう側が新進堂、そう新町広場ってなってますけどね、そうそうそう、ややこしいんですよこの辺り、そうそうそうね、道渡ったこっち側がね新町で、こっち側が新町広場である方が新新町、地図になっとるかな、あんま帳面載ってないな、ね、まあそんな感じ、何はともあれ買い物をして、あ、ちなみにねこの本町プラザもね、なぜかし私がシア植物を研究をして発表したりしたことがあるというね、なぜかし思い出の場所でもございます本町プラザね、そうそうそうというのもありまるな感じで、まあ大体こんな感じですよと、本町商店街ね。で、あとはまあ食べたる様子なんかはね、後にくっつけるとしてですね、とりあえずこの動画ね、締めさせていただきたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。